こんにちは、ゆうです。バーズドラのおじさんです。はい、お久しぶりですね。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、ちょっとね、ちょっと立て込んでおりまして、はい、久々の、パズドラ動画です。はい。あのね、パズドラ動画でね、ちょっとね、はい、ちょっと顔出しでね、はい、ちょっとね、撮るというね、はい、もう制約と制約がございますので、はい、ちょっとね、なかなかそのタイミングがございませんでして、はい、お久しぶりです。はい。何回言うね。はい。今日は無課金サバカ、柴犬丸やっていきたいと思います。もうここに出てる通りね、はい。今日から、ハロウィンガチャじゃなくて、サンリオキャラクターコラボガチャですね。サンリオキャラクターコラボガチャ来ております。サンリオキャラクターコラボかガチャというより、はい。まあそちらを引いていきたいんですけど、はい。その前にですね、はい。コロシアム、うまくね、立ち回る編成があったので、はい。先にガチャ引く前に、まずね、もうコロシアムのもう紹介も兼ねて、はい。コロシアム紹介っていうか、コロシアム編成紹介したいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こんな感じですね。はい、僕はこんな感じで回っております。はい、リーダーご紹介しましょう。火の大魔女ハローキティですね。はい。僕は別に進化させなくてもどっちでもいいと思うんですけど、はい、個人的にこっちで、はい、暖房もついてるので、はい、いいかなと思っております。はい。リーダースキルがね、ドロップ6個以上つなげて消すとダメージを激減、攻撃力が25倍、3個無加算、操作時間が5秒延長となっております。はい。まあ、聴覚性は聴覚スキルプラスで、リーダー全体してつけてますね。はい。アシストも5なんで、ちょっと割愛させていただきます。で、芝ドラの上限解放にスキルチェーン2つに、超つなげ消しを3体入れてます。で、こちら、紙結びには聴覚性スキルプラスで、スキルチェーン2つ上限解放。で、フレンドさんのジョナさんには聴覚性7個無強化、上限解放。スキルチェーン2つ。で、バッチは HP プラスですね。はい。ごめんなさい、本当にね、何回もね、録画画面がちょっと落ちるというトラブルが、ハプニングが起きてるんですけど、それでスタミナ減ってるんですけど、やり直してるんで、もう無課金アカウントスタミナ貴重なのに。まあ、それではご紹介したいんで、せっかくならご紹介したいんで、それでは、最後。はい、バッドフライト。よし。ここ1ターン目ね、火の大魔女キティ使ってあげますと。で、ここで、紙結びを使ってあげて、はい、解除ね。はい、消せない解除。で、芝ドラ使ってあげて、はい。で、こちらで、はい。よーし、OK。で、次が、ここで、めっちゃ画面が落ちて、もう、めんどくさいことになってる。で、ここ、また芝ドラ使ってあげて、はい。はい、ロック目覚め来るんですけどね。はい。次に紙結びが上がってくるんで、はい。全然大丈夫ですね。はいはいはい。OK。で、幸せスターズ。はい。ここでね、はい。ちょっとね、先生が来ちゃうんです。あ、先生じゃなくて、回復しときたいんで、はい。で、ここで、紙結び、火の紙結びで、お正月紙結びで6解除してあげて、はい、これで、はい、ずらすだけ、はいはい。若干回復、ここはまだ回復せんでいいんかな、はい。はい、OK。で、フィッシュスター、はいはい。ここで来ますと、はい。で、あとは、ここでダマル使ってあげるんか、はい。はい、これで上がってきたと。で、ここの場面でもう6解除はもう終わってるんで、はい、6回終わってるんで。君はロックを歌えない状態なんで、はい。OK、はいはい。で、ここで無効貫通、はい、来ますね、はい。はい。で、これでうまいこと変えてあげて、まあ、この戦心配やったら全然ね、本当に、回復をね、取ってきたいともいいんで、はい、OK。あー、抜けんかったか。まあまあ、ええか。はい、全然大丈夫ですね、これ。全然大丈夫です。むしろこれ、ルーレットね、はい。これは、ちょっとミスったかな、はい。水だったんでね、はい。火の2コンボ必要なのかな、水の状態抜こうと思ったら。でも、ここ一旦消費できたことによって、はい。結構ね、有利に働くんですよね、意外と。はいはい。で、ここで、はい。で、まあ、紙結び使ってあげて、はい。はい。これで回復してあげると。
回復が危なかったらもう臨機応変に紙結びっていう感じですね。はい、回復があればね紙結び使わなくていいんですけど、じゃあ次消せない来ると思うんですけど、はい、これ大丈夫です。これで威嚇してあげます。はい、でこれ威嚇してあげて、はいはい、とりあえずねもう4ゲシ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 、はいはい、でこれも回復もこの隙にね適当に回復してあげといて、まあする必要も別にないんですけどね。はい、でここで、はい、ダマルドを全部使ってるんで、はい、これで貝結びも、はい、十分溜まったという状況でございますね。そしてね、HP 満タンで入れると。で、ポカポカお散歩。ここでヘイストかかってくるんで、はい、ラッキーですね、はい。で、ここ一発で抜こうと思ったら、はい、もう芝ドラ全部上がってるんで、芝ドラも使ってあげて、はい。で、これで2列で、はいはいはい。はい、OK。で、次が、はい、2ターンですね、あと2ターン。はい。メモリーオブシナモン。はい。攻撃力下げられるんですけど、はい。全然大丈夫。全然大丈夫。で、ここも回復。回復なかったらね、紙結びでうまいこと作ってあげてください。はいはい。OK。で、お昼寝。はい、お昼寝、スキルチェーン飛ばされるだけなんで、はい、これで大丈夫と。はいはい。はい、こんな感じでございますね。はい、オッケー。ちょっとクリアタイム見てみましょうか。はい、ユーザー情報、プレイ歴、クリアタイムが、まあ、4分35秒ですか。解説というか、まあ、口で口頭でご説明しながらこの程度で回れるんで、はい、もっとね、あの立ち回りとか、消し方とか皆さんの方がパズルうまいと思うんで、はい、これあくまでも無課金のサーバーからのボックスなんで、はいはいはい、もう全然もっともっとタイムは縮めれると思います。あくまでももう妥協。どうしてもこういうね、無料武器とか結構ね、需要がある場面が出てくるんで、はい。ちょっとね、確保したい方向けに、あと育成素材集めたい方向けに、はい、紹介でした。それではね、今回こそガチャ引きます。はい、それでは開催記念クリア報酬サンリオキャラクターコラボガチャから引いていきましょうか。はい、まあこれまあ無料からね全然ダイヤ出てもいいんですけどね。はい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 、ちなみに僕メインアカウントはね、はい、無料からキリミちゃんが出ました。はい、シナモンロール、はい、ありがとうございます。これがダンジョンのか3連なんですよね。これ3連ヘキヘキ10006連ダイヤダイヤ、オーケー、1個ダイヤ、おー、新キャラ、何やこれ。僕昨日ねゲームセンターに行ってね、サンリオのキャラクターがあって、バツマルくんの欲しかったんですよね。お、あー、確定詞じゃないか。なんだこれ、ごめんなさい、僕ちょっとね最近ね本当にねパズル情報を終えてなくて、はい。あ、え、ウォッシャルミーミル、あー、これバリキリのやつ、いいじゃないですか。多色大好きなんでね、僕多色大好きなんでね、はいはい、マイメロね、マイメロマイメロ、はい。で次はクリア報酬、捕食、特別アバターも受け取っておきましょうか。シナモロール、はい。でクリア報酬開催記念6連ヘキヘキ10006連じゃあレア度が6連なんだ、6以上のだけか。はい、あー止まらんねー。お、ポチャッコ&シーウルフ、このね、柴犬丸のアカウントで、始めた時に、シーウルフなんですよね。始めたてが、シーウルフ。いきなりシーウルフ出て、シーウルフから始まり、永遠にウルトラしか最新鋭のフェスゲン出ない。マジでシーウルフ縁あるんで、これ一回使ってみたいですね。はい。それではね、ユーザー情報、購入歴ですね。はい、無料配布分。30個となっております。はい、30個全部もちろん作ります。なんたってね、僕ね、欲しいキャラがおりまして、はい。僕、めちゃくちゃ多色好きなんですよね。で、大魔女の、関西人、師匠関西人は僕、自分。
大魔女の師匠ハローキティが欲しいんですよね。大魔女の師匠ハローキティと、もう大王クロミも欲しいですし、あとイデアルシナモンね、欲しいんで、もう本当にね、もう、卵が割れなきゃ始まらない。まずはダイヤからお話にならない。今日で、風邪を引いておきたいと思います。まあ、一回一回ね、はい、本当に。お話もね、させていただきたいんで。はい、オッケー来た！ハロ。女神ハロキティ。あ、これはいいっすね。これ持ってなかったんで。これクソデイトナに相性いいんで。でもデイトナ持ってないっすよね。僕、ウルトナしか持ってないっすよ、逆に。ほんまにわけわからんボックスなんすよね。でも、無課金でやってるとこういうことが起きるんすよね、ほんまに。マジで起きるんすよね、ほんまこういうことが。いやー。ポチャッコ、はい、ポチャッコ。4対1ですね、はい。いやー、ちょっと待って。ほんまにダイヤ割れてほしいんですよね。割れなきゃ始まらない。狙いは僕はこの確定演出が。お、これ新キャラじゃないですか。こんにちは、ハローキティ。こんにちは、ハローキティ。こんにちは、ハローキティ。スキル HP、チーム HP、ドラゴン、バランス、キラー。あ、ドラゴンか。いや、いいっすね、いいっすね。自分の、一旦なんて自分のダメージ上限が50億になる6個が排除し、光を8個、回復4個。だから、デイトラ持っとらんのやって、このボックス。よしよし。ね、もう一回回していきたいと思います。はい。もうね、11月から、10月30日か、公式放送で、アンケートスーパーゴッドフェスの配布が決まるということなんですけど、おそらくですけど、はい。11周年からね、感謝祭が今年は始まるということで、あーら、今いいこと話そうとしたのに。はい、僕下げてきました。はい、11月からね、感謝祭が始まるということで、おそらくね、魔法石の配布はあるんじゃないかなと思うんで、はい、そこの石と、あとクエスト、11月のクエストあるだろうということで、10月の魔法石はね、もう27日なんで、はい、もう全部突っ込もうと思います。交換できないんで、交換できない BGM キャラは、地引きするのが起きて、いやー、マジか。ちょっと待って。僕めっちゃ、言うの忘れてたんですけど、ブラックバードバッドバツマルめちゃくちゃ欲しかったんですよ。ほんまに欲しかったんですよ。ほんまに欲しくて。よかった。ラッキー。じゃあね、早速ね、じゃあ闇屋と、何やったっけ、関西人魔女キティじゃなくて、何やったっけ、ごめんなさい。もう、めちゃくちゃ混じってモテるんやけど、はい。ダイヤね。いやー。お、新キャラ、羊。マイスイートピアノ。マイスイートピアノ。あ、そういえば僕最近ね、楽曲作成チャンネルとかもあるんで、もしよろしければそちらも概要欄に貼ってありますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。一ターンで回復ドロップが少し落ちなくなる。一ターンでダメージを貫通。これ3ターンで打てるんや。いいっすね。このテイレアードの、貫通要因。避ける、まあまあ、潜在がね、ちょっと6枠っていうのがちょっとネックなんですけど、はい。まあいいですよ。それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね。はい。レア度で言えば最高レア度は出なかったんですけども、はい。まあ、シールファンドデートな、ブラックアード、バッドバツマル。そこら辺はね、まあこのボックスと縁のある、いや、ブラックバッドバツマルはあんまり縁はないんですが、個人的に欲しかったものは手に入ったのかなと。いうところでございますね。多色は好きなんでね、本当に。あとはちょっと交換図だけ見ていきましょうか。はい。70周年ハローキティが黒メダル5枚で交換できますと。はいはいはい。めっちゃメダル溜まってるんですよね。これ前回僕、コラボの時交換し忘れて。はい。火の大魔女ハローキティも。サレーネキティね、僕、極限組める編成がないんでね、これちょっと交換ありかな。若干フレンドさんにあと1体を借りて、あと1体持ってるから。あと2体交換か。ちょ、交換玉は。無理じー。そうか、そうか。っていう感じでございましたと。はい。どうだったでしょうか。僕ね、珍しくね、コロシアム編成というか、まあ、ちょっとご紹介もさせていただいたんですけど、はい。どうすかね、これ、挟んだ方がいいですかね、毎回ガチャのたびに。はい。よろしければね、そういった ご意見や、皆様のガチャ結果などもコメントで教えていただけると、めちゃくちゃ嬉しいですし、僕ハートがポチポチ押しに行きたいと思います。ハローキティの時は何て答えたらいいんや。僕はあんまりサンリオ詳しくないですよね。はい。実はね、あ、それ、ちょっと待って。はい、こちらですね。前回かその前のサンリオコラボの時に、はい。いや、初回、2回目か。はい。
サレーネサロイン、サロインちゃう、サロインちゃう、サロインちゃう。サレーネキティが当たったんで、これもね、僕当たったんで買いに行かせていただいたこともあるんで、縁があるのか、ないのか。ちょっと僕には分かんないですけど、はい。そんな感じでございました。これ置いといたらよかった。もう忘れとかった。ほんま危な。はい。本日はこのね、サレーネ、キティちゃんとお別れしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。よろしければね、本当に感想も、どんな感想でもいいんで、はい、いただけると嬉しいございます。はい、本日のお相手は私、ゆうでございました。またパズドラの動画もね、はい、コツコツ続けていきたいと思うんですが、明日から、日本シリーズということで、阪神、僕の方がね、ひいきにしている、阪神がね、日本シリーズ戦うんで、ちょっとね、動画のスケジュール、わかんないですけど、よろしければチャンネル登録してくださると嬉しいです。それではね、バイバイ。